現在僕は横断歩道があるところまでやってきました。日本には視覚障害を持った方に歩行者用の信号が青になったことを伝えるために音が出る信号機があります。現在使用されている音にはメロディー式と擬音式の2つがあります。メロディー式ではわらべ歌のトーリャンセとスコットランド民謡の故郷の空が使用されています。一方、擬音式ではピヨピヨと括弧が使用されています。近年、より安全性を高めるためにメロディー式から擬音式への統一化の動きが進められています。そのため、2016年3月時点で全国に設置されている約1万9000機の音が出る信号機のうち、メロディー式を採用している信号機は12の都道府県527機のみとなりました。今後、統一化が進むにつれて、メロディー式を採用した信号機はますます減少していくと思います。歩行者の安全性を高めることを何よりも優先すべきだと僕も強く思いますが、一方で幼い時から聞き慣れたメロディーを耳にすることがなくなってしまうのは、なんだかちょっぴり寂しいという気持ちもあります。